皆さんこんにちは、ダステルです。今回は私が今使用しているパソコンの、最も重要なパーツであるギガバイト3のマザーボードとビデオカードの紹介をしていきたいと思います。それではこちらをご覧ください。いかがでしたでしょうか。皆さんもギガバイトのマザーボードとビデオカードを使ってゲームを楽しみましょう。